若くんね、はい、先日あのプレミアムリネンのインナー販売したでしょ、はい、72時間限定って言って販売したんだけど19時間で終了しました。早いっすね。早かった。よく何が起きたの？決めたのは社長です。で何があったのか今日のインスタライブで言及します。休断します。もう悪夢再来じゃないですか。今日も引っ張り出しますよ。こんにちは。あ、よろしくお願いします。今日は台本が何も渡されておりません。別に台本ない。台本でも途中でちょっとこうシナリオはありますけど、カンペとか用意したしね。そうだね。用意しているものありますけど、何にも聞かされてませんし。そうね。ゲストさんファイト。頑張る。どういう顔で出ればいい？どう頑張ればいいか。今日ね、ほら、よしこさんが来てる、はい、これですね、プレミアムリネン先日発売になりました。で、72時間限定で早割りさせていただきますっていう話、はい、ところが、72時間を待たずに早期終了。そうなんです。もう早期も早期、早々に終了しました。1個言っていいですか、うん、メールの問い合わせすごかったですからね。あ、そう、すごかったんです。どうなってるんだ。ガツン来て、問い合わせガツン来てましたから、うん、何が起こったんだ。そういうことです、ね、そういうことです。なので、それを説明していただこうと思います。はい、社長ありがとうございます。よろしくお願いいたします。72時間限定で販売いたしました。終了したのが何時間経過した？多分19時間とかだと思う。19時間翌朝の10時にこれはちょっとまずいんじゃないかと詰めて、私の責任でそこはストップという。社長がじゃあもう止めるねって言って止めます。これ何が起こったのかっていうことですよ、うん、ですね、はい、みんな知りたいと思います。そう、はい、まず説明していただけます、はい、か確かにご用命がすごかったんですよ。オーダーね、もうその5時からぐわーっとこれマジ大丈夫かと佐藤さんが確認してね、うん、これ帰る頃にこれやばいことになってた、うん、寝るまでこれ見てたんですよ。やべえな、ね、チャット送りたかったんですよ。もうストップさせてください。ただもうやっぱりまたこれで火種がなんかなっても嫌だなと思って、翌朝出勤まで待って出勤待ってもう止めようっつって。わかる、寝るまでずっと携帯持ってたんですよ。取っておいて持っておいてってずっと繰り返してました。でこれはなんでそうなったかって、やっぱりねメーター数限らないんですよ、うん、あるだけしかない、まあ、あるだけしかない。追加の発注ができない、今できない状況、他のものを作れなくなっちゃうよね、まあ、僕もまだまだこの生地を使っていきたいものがたくさんあるんです。生地を増やしたいわけですよ。何言ってるの？今のはカットね。できるかいな。そういうことだから、まあ、終了ということです。なるほど、生地よく限られたメーター数があって、それを全部は放出してません。そうですまだ少し残してます。早割り分で準備した分は出ちゃいました、早々にっていう。オーバーしちゃってたよ。そう、実は想定してた数よりも大幅に超えたんですよ。実はその早割り分で全部のストックありますよね、うん、そこから早割り分は何メートルって一応決めては、はい、10秒限定だと言ったじゃん。これ言ったよね。これもう夜の時に明らかに超えてたからね。そうですね、喉を通らなかったよ。日本さえも喉を通らなかったよ。全然だよ。今日は社長亡くなれば早く終了するよって言ってはった。言ってましたよね。言ってた、うん、だから僕は言ったんです。ただしです、例えばですよ、前の日の、なんだろう、仕事の休憩時間、うん、アーカイブを見ました。どうやらプレミアムリネンのインナーが出るらしい、うん、ああプレミアムリネンかと、憧れのプレミアムリネンだと、社長の投稿を見てますよ、フォローしてますよ、その人ね、すごく貴重なもんだと。でも19,900円、ああ19,900円かと、うん、なかなかそれは手が出ない。あ、ちょっとやっぱプレミアムリネンだからしょうがないよね、19,900円しょうがないよね。でも見てったら、あれよあれよという間に値段が下がった。17,900円、うん、17,900円かと、あーちょっと考えるけどまだ高いよって思った。そしたらあっという間に19,990円だ、うん、19,990円だ、うん、これだったらいけるかもしれない、うん、これだったら私も買えるかもしれない、うん、いつの間にか90円どっか行っちゃった。そうですね、19,900円、これだと。
と。毎日頑張ってる私の自分のご褒美にプレミアム理念、憧れのプレミアム理念を買おうかしらと決めましたよ、うん、で心躍った。お仕事に戻りました。休憩終わって、うん、今日の5時販売だと楽しみにしたと。なんかめちゃめちゃに心が浮ついたよ。なんだこの下げ人なんなんだよ。ね、うん、心がわずかに浮ついた。仕事で小さなミスをした。でそれでそれをたまたま上司に見つかった。そしたらコンコンと言われました。これに足らない小さなミスをね。で5時発売開始。もう捕まったのは5時半過ぎ。もう帰んなくちゃ、うん、子供のお迎えがあるよ。子供のお迎えがあるよ。でちょっと説教で延長して、うんうん、急いで帰った。幼稚園にすっ飛んできました、うん、でそしたら幼稚園に迎えに行ったらですよ、うんうん、でもう残ってるとあんまりいないよ。遅くなったから、うん、パッと出てきた娘がね、うん、もうなんか眠たそうにしてるんですよ。所長ごめんね遅くなったと、うん、で眠いのそのはずですよ、うん、運動会で練習したんだよ、うん、娘が結構な練習したんだよ。眠い娘の手を引いてスーパーに行きました。夕飯の準備、うん、買い物に行ったんで遅くなっちゃったから今日は惣菜でごめんねなんて言って、うん、販売開始、うん、でも社長は72時間いいものはシェアしたい。でその言葉を信じたい。 でも娘迎えに行って、で5時半過ぎだ。で家に着いた。で急いでその惣菜食べてもらって一緒に買ったなんかプリキュアの肉かなんかもあれして、なんかあり合わせのなんだオムライスなんか出してケチャップで書いてアンパンマンこう喜んでくれましたよ。でそれを食べた娘がどうやら眠そうだと、ね、ご飯食べたら7時半、7時半過ぎ、8時前だ。で急いでお風呂に入りなくて、7時半、携帯が鳴ったような気がした、LINE で。それも見る時間もない、もう娘眠そうだ。急いでお風呂に入れなくて、うん、8時、また携帯が鳴った。メルマガだ。遠藤さんからのメルマガが来た。でも見る時間はない、だから眠そうなんだ。まだ早い時間じゃない。そう、まだ早い。娘は運動会の練習をして疲れてる。なんか機嫌も悪くなってきた、削り出したりと、うん、急いで抱えるようにして、お風呂から出て乾かして、さあもういつでも寝ていいよ、歯も磨いた。布団に連れてきました、寝室が。で、なぜかそういう時に限って、目がキラキラしてました。腹ペコ青虫読んで、どんぐり村のおまわりさん読んで、ピーターラビット読み終える頃にはやっと娘が寝てくれる、うん、娘が寝るのが早かったのか、私が寝るのが早かったのかってんですね。寝落ちしたんだ。寝かしつけやってたら寝落ちしますよ。でお母さん怒られましたよ。すごくこうコン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 とね、上司に言われてもその疲れもあった。寝落ちしちゃった。でも社長は72時間って言った。でそれを信じてます。次の日の朝パッと目を覚ましたら6時50分さあ寝坊した。でも忙しい。朝は戦争だよ社長ね。朝ごはん食べさせて会社送り出して、で会社に行って昨日の仕事のミスを取り返さなくちゃいけない。午前中はがむしゃらに働いた。でやっとお昼休憩来ました。スマホ見たらサーワフが、サーワフのホームページと思ったらプレミアム理念が売ってない。突然と姿を消してさあこの場合いい、病気した私が悪い。72時間っていう言葉を信じた私がバカだったのか。そんなこと言ってない。あと今日は私の誕生日だったのになって話。それはもう申し訳ありません。もうだからこれはもう通常が限られてますから、またねこういった機会を設けてまた再度といったことでちょっとまた調整を組むというところでいろいろこのものを聞かせていただければと思いますけど、今回は申し訳ございません。うん、でも忙しいんだ。忙しかったね今ずっと。もう夜からお昼まで忙しかったでしょ。ずっと携帯も見る暇なかった。子供はぐずる、ね、疲れてる、眠たい、ね、朝晩の準備もしなくちゃいけない、夜晩の準備もしなくちゃいけない、まあ、寝落ちしたら私は悪いよ。確かに悪いけど私も信じたら自分を呪ったっていうコメントもねあるわけですけど、本当に生きてる。誕生日プレゼントね、憧れのプレミアム理念を誕生日プレゼントにしようと思ったけれども、忽然と姿を消して私の誕生日のプレゼントは宙に浮いたまま。もっと大事だよ。で、時計は19時間で止まったままです。あ、どういう、何を言ってんの。72時間って言ったけど19時間で止まったままです。社長、この止まった針を動かしませんかっていう感じ。どうやろ。いや、記事ないから。さあ、記事ない。で記事ないっていうのもあるけど、それはもう他のものに。そうそうそう、白はもうない。白はもうない。白は、ちょ白はもうないんだ。ただしプレミアム理念の薄字。
これね、白だけじゃない。なんで倉庫のこと知ってんの？なんで倉庫の在庫知ってんのよ。白だけじゃないんですよ。これ共有してないよね。誰から聞いたの？いろいろな情報を、ね、マジ各所から集めて、どうやらフラックスがあるらしい。バカバカバカやね。バカ。フラックスっていうのは結構汎用性高いですね。そっから色を染めることもできるから、やっぱそれは取っときたいんだよね。黒に染めるなんてもできる。もうそれがなくなった時にちょっとこう調整する貴重な資源です。もうそれはうちしかできないんだから、それを倉庫から出すなんてことはね、法令遵守してほしい。フラックスってアマみたいなものですね。あ、そうですね。そうですね。こういう色ですね。ただしですよ、ちょっと時計をね、進めませんかって話よ。止まったまんまなんだ。それは分かった。このタイミングではなくて、ちょっと年末に近づけていただいて、今ちょっと体勢をね、整えなきゃ。私、誕生日なんですよ。ついに言った誕生日があるんですよ。育児に疲れて寝落ちした私も悪いけども、私の誕生日、自分の誕生日、自分のご褒美に買うつもりでいた薄地のプレミアムリネンインナー。何が言いたいんだっけ。フラックスでプレミアムリネンインナーやりませんか。それはいいよ、それやる、うん、それだからタイミングとやることは全力しましょう。じゃあ何時までできないよ、そりゃ。それじゃあね、時計の針を進ませたことになるから。ことですか。社長、定価いくらでした。1万9000円。買い割り価格は今なぜか丸首の買い割り価格はいやいや、白の時いくらでした。今7900円。いや、違うな。これはきついって。白の時ないくらでした。なんだと。歯切れ悪い。もう1回1万9000円ですよ。900円ね。まだ1万9000円。土佐町に上げるって何も買い割り価格が上がってしまったので、フラックス、ゴールド残り53時間。じゃあちょっとそれはちょっとつけさせて、その53時間やるとしよう。じゃあ値段ね、社長やらしてもらいます、経費もやらしてもらいます。そこはシリアです。そこはシリアですよね。ただ仕入れ値は一緒です。白の時は1万900円、ゴールド出た。フラックスで値段が上がるのはこれおかしいでしょ。何言ってるの。本気で数量限でしょ。例えばどういう感じで30枚だけ。あ、ごめん、20枚。あのね、さっきの人ね、お昼からお昼まで時間なかったですよね。10秒で消える可能性もあるよ、それは。まあただ前回の反省を踏まえて、なるべく早く買っていただいた方がいいと思います。時計の針を進めましょうよ。まあ価格も一緒でやらないと時計の針が進んだことにはならない。わかりました。渡辺さん見て、その場で切らせていただきます。白買ったなと、白2枚買ったな、で、あ、フラックスが出るの、1枚交換してください。これは致し方ない。対応できないね。対応できませんし、我々在庫持たない、基本的には在庫持たないっていう方針でやってまして、受注生産っていう形を取ってますよね。なのでご注文いただいて追加で買うことはもちろんです。まとめると53時間限定、一応ね、時間53時間限定、全く同じ条件で丸首と V ネックとタンクトップ、あとメンズのタンク、同じ価格で販売します。それまでにその予定のメーカーに行かなければ、あの定価に戻ります。もうってことはいつ。来週の来週、今日木曜日よ。火曜日5時。あ、持ち込んでるねこれ。いや、だから あれです、前回と一緒ってことです。前回も火曜日の5時販売開始、今回も火曜日の5時販売開始。進んでたじゃん、もう針が。そうです、ね、水面から針進んでたでしょに。もう寝落ちしてる。もう寝落ちしてる。この状態で行ってくれる。そう、寝落ちは元気。残りのメーター数も考えながら、生産もそういうことでいいんですね。はい、お願いします。失礼してません。社長、ちょっと後ろのアマナチュラルの生地ちょっと開けてもらっていいですか。え、おっと、何あれ。こちらにですね、できてるじゃないの。サンプルを一応ご用意しておきました。水面から動いてる。嘘、すごいですよ。マジか、恐ろしい。あれ、完全に下手がいいね。なんでこれ、ほらフラックスってどんな感じですかっていうのあります、うん、なんでちょっとよしこさん、その、まあ、丸首だけでも一回着てみてもらって。あ、わかりました。はい、マジか。仕様は一緒です、丸首ね。これしかも L です。 L です。いいね。いいよね。やっぱいいよね。フラックスは普通に欲しい人います。
どうでしょう。馴染む。メンズも、タンクトップ着てます。あー、うん、また白と印象が違いますね。そうですね、いつここにかけたんですか。今日。今日来たばっかり、出来たて。え、こんなの持って歩いてましたっけ。気配が消してる。消してる。全然気づかなかった。もうやられた。もう準備は整ってると。そうですね、もうやりますよというところですね。もう綿貫も付き合いますよというところですか、これどういう流れなんでしょうか。そういうことになります。逃げ道がね、ないと。もう出来ちゃってるから。作れないとか、そういうことをすごく言っている中、うん、ありがとうございますって言っていただいてですね。そうなんですよね。その産地の人にしても、まあ、もちろん我々にしても来ていただくことがね、何よりもありがたいので、ご縁があった方はぜひ来ていただいたらいいと思います。今後ね、和風でもこの記事はちょっと入荷ができない、仕事の方ができるのかもしれないけど、会社が傾くっていう話なんですね。今はとりあえずもできることをやると、とりあえずその販売が開始ということですね。そうですね、来週の火曜日5時に販売開始します。いやー、やられました。開けてみて、なんか誕生日があります。まあびっくりです。ドラマとかに出てきそう。すごい、ね、大根かぶ。インカーナタンクはね、もう最高でした。まあこれ以上のものないでしょ。そうですね、もう和風、まあいろんな生地オリジナルありますけど、多分このプレミアムリネンはトップね、もう何種類っていうか何年もそのリネンを触り続けてる社長、最高最高です。でこのなんか熱狂がね、その作り手さんにもね、産地の方にも届いているということですね。これも続けばね、で皆さんの声を上げていただきたい、レビューいただきたいですね。レビューいただければその方もみんなも見てるんですよ、うん、そしたら、あ、これとこんなに素晴らしいものになるかと、能力のある大手さんにいいものがいっちゃう、うん、そうじゃない、俺たちのくれと、こんなに声が集まってるぞと、そこを皆さんの、回収の力で盛り上げていただきたいと思います。じゃあ、はい、このプレミアムリネンの薄着インナーは来週火曜日販売開始いたします。で、残りの53時間限定ですが、早期終了する可能性もあります。早めにご購入ご検討いただけたらと思います。 LINE もメルマガもいきますという感じです。プレミアムリネンのどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価のお願いします。すげえなマジで。おお。なんだあ、こんにちは社長。どうした、あのもうちょっとお邪魔させていただきます。いやいや、あのちょっとお邪魔ちょっとちょっとお邪魔させていただきます。どういうこと。